おはようございます。関根和夫です。昨日は私の誕生日でした。SNS などから、あるいは E メールとかね、多くの方々から祝福のメッセージをいただいて、本当に嬉しく思いました。ありがとうございました。本当にありがたいと思っています。同時に、自分の今までのこう人生を振り返る時間にもなりました。そして心に浮かんだ曲があったんですね。私が歌詞を書いて、岩渕誠さんが曲をつけたものですけれども、いくつかの山を越えという曲があります。いくつかの山を越え、いくつかの川を渡り、今日の日を迎えています。命と恵みの約束を頼りに、イエス様、あなたに守られながらここまで来ました。振り返れば、あなたの御手はいつもそこにありました。主イエス様、御国でまみえるその時まで、身を示し、導いてください。短い曲ですけれども、私とても好きな曲の一つです。心から感謝を込めて、一日一日、まあゆっくりとでも丁寧に生きていきたいなと思った次第です。妹が私の古い写真を見つけて、Facebook にアップしてくれたんですけれども、私が小学校に入学する直前に宣教師の方が撮ってくれたものです。で、この写真は宣教師たちの、出身の国々に配布されたんですよね。セントラルジャパンパイオニアミッションというのがあったんですけれども、そこには、アメリカ、イギリス、カナダ、ニュージーランド、オーストラリア、ドイツかな？というところから、宣教師の方々来てたんですよね。ですから、その方々が、この、まあ、祈りのための写真、まあ、ちょっとメッセージのついた写真をそれぞれの国の教会に送ってくれたんだと思いますけれども。そしてこの祈りは答えられたのかもしれないなとこう思うんですよね。どんな風に、何が書いてあったかと言いますと、富士パイオニアという名前で祈りの写真。まあ、祈りのリクエストカードのようなもんですね。今で言うね。関根和夫。主我を愛す。和夫ちゃんは歌います。この地域でこれだけ上手にこの歌を歌える子を探すのは大変です。和夫ちゃんのお父さんは宣教師のための運転手ですが、和夫ちゃんにたくさんの聖書の言葉も教えています。いよいよ和夫ちゃんは今年小学校に入学します。私たちと一緒に祈ってください。和夫ちゃんがいつもイエス様のために歌を歌えるように、そして彼がいつか宣教師になり、友達たちにイエス様のことを伝えることができますように。という祈りのリクエスト。どう読んでも、まあ、歌をうまく歌うことはできませんけれども、矢吹さんと250曲ぐらいね、歌を作ることができたり、あるいはこういうふうに、どなたかに聞いてもらうために話をしたり、あるいは聖書の話をしたり、やってるわけですからね、もう68年ぐらい前のことですね。祈られたわけですね。その祈りは応えられてるなぁとしみじみ思うんですね。そう考えてもやっぱり、ああ、人生の背後に、神様の助けって大きいなぁとしみじみ思った次第です。どうぞ今日も良い一日になりますように。それではまた。その時まで御教えを示し導い
ください。いくつかの山を越え、いくつかの川を渡り、今日の日を迎えています。命と恵みの約束を頼りに、主イエス様あなたに守られながらここまで来ました。振り返ればあなたの御手はいつもそこにありました。主イエス様、御国でまみえるその時まで御教えを示し導いてください。振り返ればあなたの御手はいつもそこにありました。主イエス様、御国でまみえるその時まで御教えを示し導いてください。